はい、どうも星です。今回はですね、うつ病になるとガチでやばい3つのことというテーマでお話していきます。まあ、私はね、うつ病を経験して回復して今はこうやってお仕事できてるんですけど、実際に今になって振り返ってみるとですね、いや、うつ病ってやっぱガチでやべえなと思ったんですよね。いや、本当にね、ガチでやばいと思ったんですよ。いや、それでその中でもね、特にね、この3つが本当にやばいっていうのがあるので、その3つをね、今回紹介していきますね。1つ目なんですけど、社会復帰が無理無理、もう無理です。もう本当に無理って思いましたね。まあ、っていうとね、いや、お前社会復帰しとるやんけっていう風なツッコミもあるかもしれないんですけど、なんかね、私の中で社会復帰してるっていうイメージがないんですよ。まあ、今 YouTuber だから、やっぱり普通の仕事とは形が違うじゃないですか。なんか社会復帰っていうと、やっぱり会社に戻るっていうさ、そういうイメージがあるんで、本当に会社に戻るっていう意味ではもうマジで無理だなと思いましたね。でね、2020年の4月に日経スタイルっていうウェブサイトで、うつ発症後も職場復帰、休職を防ぐ支援プログラムっていうタイトルの記事があったんですけど、そこにね、厚生労働省の調査のデータが載ってました。で、これね、2017年に、まあ、うつなどの気分障害と診断された患者数は127万6千人って書いてますね。で、労働政策研究研修機構が企業を対象に実施した調査では、精神疾患を理由に休職した社員が復職後に再発した割合は 53% と、身体疾患の再発 20.6% を上回ると。で、休職者の退職率も 42.3% と、がんとほぼ並ぶ水準で、支援体制の整備が課題だっていうふうに書いてます。要するに、復職しても再発する人が半分いるっていうのと、休職して、うつで休職して休んでる人が 42.3% なんで、まあ、ほぼ半分ぐらいの人がもう辞めちゃうってことなんですよね。で、私もこの 42.3% に含まれるタイプですね。休職中に仕事を辞めちゃった。辞めちゃったっていうかね、私の場合、クビになったんですけどね。休職期間中にね、決まった期間中に復職できなかったんで、まあ、私の場合、クビになっちゃったんですけど、まあ、私はこのデータを見てもですね、あ、意外と少ないんだなと思いました、正直。半分ぐらいはね、またダメになっちゃうっていう感じなんで、いや、それ結構な数でしょっていうふうに思うと思うんですよ、一般的に考えればね。でも、うつ病経験者からすると、私は8割か9割ぐらいかなと思ってたんで、あ、意外とみんなめちゃくちゃ頑張ってるなっていうふうに思ったぐらいですね。まあ、でもそれでもやっぱ 40-50% でもね、社会復帰ってこんなに難しいんだなっていうのが、伝わると思います。二つ目はですね、とにかく金がなくなるです。まあ、さっきのそのね、社会復帰が難しいっていうところを見てもらえばわかると思うんですけど、働けないんですよ、うつ病になっちゃうと。基本的にはね、もう全く働けなくなっちゃうので、働けないっていうのは当然収入がないわけですよね。そして毎月病院に通うからお金はなくなるし、まあ、病院以外にも普通に生活費とかがあるんで、そういうのでお金なくなっていっちゃうんですよね。まあ、実家に帰れる人とかだったり、まあ、実家は無理でも例えば生活保護とか障害年金とか、その辺を受給できる人はいいんですけど、まあ、例えばね、障害年金に関しては聞いた話によるとね、もう全然なんかもらえないというか難しいらしいんですよ、審査が厳しかったりとか。私もちょっと調べたんですけど、そもそも申請書類が膨大すぎて萎えちゃうんですよね。もうこんな打つの時にこんなんできませんってなっちゃうんですよ。で、生活保護の場合はもう皆さんご存知の通りね、まあ、水際作戦みたいなのがあってなかなか受給できないっていうのもね、あったりするわけで、なんか確かに日本はセーフティーネットはあるんですけど、本当に必要な人にそれが届いてるのかっていうと、それはね、疑問を感じざるを得ないっていう感じですね。で、私も本当にお金がなくなって金策にすごい迷ってですね、で、その金策のために最初ライターとかブロガーみたいな感じで始めていって、なんかそれが思いのほかうまくいったっていう感じでね、ラッキーでここまで来れてるんですよ。どうやったらうまくいくんですかとか結構聞かれるんですけど、こここうすかねとかって偉そうなこと言うけど、まあ結局ね、時代の流れとか運っていうのは正直あるので、本当に何とも言えない部分ではありますね。で、最後3つ目ですね。3つ目はね、なんか自分なんていらないんじゃないかなって思ってしまうっていうことなんですよ。で、これはね、一番最初の社会復帰が難しすぎるにちょっと関係してくる話なんだけど、大人になるとね、まあ大人になるとっていうか、まあ皆さんなんとなく心の中で思ってると思うんですけど、やっぱなんか社会に参加してなんぼみたいなところあるじゃないですか、大人になるとね。まあ特に男性はそういう結構強いと思うんですけど、大人になって自分は社会に参加してないんだなって思うのがね、相当苦痛なんですよ。特に私のように20代中旬とかのなんか結構働き盛りのね、年齢で社会から逸脱してしまうと、なんか自分っていう存在はもうもしかしたら必要ないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。あと、うつ病という病気がね、そういう気持ちを加速させてるっていう部分もあるんですけど、なんかね、こういう風にね、自分って必要ないんじゃないかなって思っちゃうと死のうかなって思っちゃうんですよ。
もうこれが一番やっぱり辛い、自殺してしまうっていうのがやっぱりね一番きついことで、まあそんなの知らねえよって思うかもしれないけど、あの日本社会全体から見てもやっぱり自殺する人が増えちゃうと経済的にすごいダメージなんですよね。だから自殺っていうのはとにかく一番防ぎたいことなんですよ。経済っていうのはやっぱお金使ってお金回してなんぼなんで、もちろんお金回すためには稼ぎっていうのは必要になるんですけど、でも稼ぎがなくても結局さ、まあ親からお金借りるとか、よくないけど消費者金融から借りるとか、まあそれが生活保護だったり障害年金だったりっていう、それもある種の収入なんですよね。でお金が回るっていうのは消費してもらうことが大事なんで、その人の収入源が何だろうがお金使ってくれた方がいいわけですよ。さらに突っ込んだというか極端な言い方すると、私たちうつ病患者がいるから精神科医は食えてるわけなんで、とか臨床心理士の先生もね食えてるわけなんで、だからもしそういう人がやっぱ亡くなってしまうとさ、まあ、食えなくなってしまう可能性も当然あるわけですし、そしてそうじゃなくて例えばゲーム買ったりとか音楽聴いたりとか普通の生活で洗剤買ったりとかっていうのも、そういう消費者がいなかったら成り立たない産業なので、やっぱり自殺っていうのはね一番国にとってはダメージが大きいんですよね。だからうつ病になると本当にガチでやばいっていうのはやっぱ自殺願望が強くなってしまう、自分なんていらないんじゃないかなって思ってしまうっていうのが一番大きいんですよね。はい、という感じでね3つ紹介してきました。社会復帰が難しすぎる、お金がなくなる、自分なんていらないんじゃないかと思ってしまうっていう3つでしたね。まあいずれにしてもその社会とかお金っていうのがすごく関わってくる部分で、なんか働いてないと価値がないとかね、お金持ってないと価値がないっていうのは、まあ社会人とかね産業人みたいな、ビジネスパーソンみたいな、そういう狭い価値観で考えると確かにそうかもしれない。まあビジネスパーソンっていう価値観で考えるとやっぱお金稼いでる人が偉いっていうヒエラルキーができちゃうし、自分で会社を経営してるとかね、そういうのがちょっとヒエラルキーになっちゃうんだけど、でも一人の人間としての価値とかっていうのは関係ないんですよね。お金とか社会とかっていうのはやっぱりね、じゃああなたが好きだと思う友達とか親友とか、まあ推しのアイドルとかでも何でもいいですけど、その人たちが売れなくなったりとか人気なくなったりとかお金稼げなくなったりとか会社辞めてしまったりってなった時にさ、あお前も価値ないわっつって離れますかっていう話なんですね。関係ないじゃん別に。いやそうじゃなくて、あなたという人となりが好きなんですよっていう話なので、そうやって考えるとね、自分の価値とお金稼げない自分とか社会に参加できてない自分の価値っていうのは直接的には関係ないんだよっていうのが少し分かるんじゃないかなと思います。まあ、という感じでね、そのうつ病になるとガチでやばい3つのことっていうのを紹介してきたんですけど、まあ、本当にねなかなか自分じゃ難しいっていう部分があるので、まあ、社会的な支援とか、まあ、それをテクノロジーで解決する何かとかね、そういったものがまだまだ必要になってくるんじゃないかなと思います。私もそのメンタルヘルスの会社やってるので、まあ、なかなかねその進んでない、コロナとかもあったりして、まあ、自分の実力不足とかもあって進んでないっていうのがあるんですけど、何かね、できないかなと思って模索している毎日でございます。はい、何かやります、いつか何かやるんで期待しない程度に期待しててください。はい、という感じでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。